はい、鎌倉南北朝武将紀行、楠島正成公ですね。正成公の像っていうのは他にもあるんですけど、この楼は本当に立派ですよね。江戸城、今の皇居、あるんですけども、東京と直接は関係なく、逆にここに太田道館の像が欲しいぐらいですよね。不思議と太田道館の像っていうのは江戸城にないですよね。確かないですよね。一般に普通に見れるところにはないはずですので、正成公の像もそうなんですけど、ぜひですね、天守の復元と同時に太田道館公、もしくは徳川家康公でもいいと思いますけど、像をですね、作ってほしいなと、像不安としては思いますよね。で、正成公はですね、これさっきから気にしてるんですけど、やっぱり向こう側が表のようで、表の方を顔を向いてらっしゃらないというね、周りちょっとビル群が象眼ですと映っちゃいましたけど、港川で亡くなったというところでの、その検証の像のようですね。ですから後醍醐帝ですね、中心ということで、非常に立派な方だということで、こちらに像があるということになりますね。位置的にはね、こっちの方が向こうを向いてらっしゃるんですが、でもどう見てもこっちに、像と名前が入ってますから、普通はこっちを表と考えるんでいいんですよね。前から思ってるんですけどね、向こう向いてらっしゃって、じゃあこっちが表だと後ろ向いてるじゃないかっていう、南向きの方はちょっと眩しいんで、ね、そうしたんでしょうかね。難しい字で書いてあるんでよくわからないと。正成公についてはここにね書いてありますけどね、やっぱり公にはね、失礼ながらやっぱり河内の神っていただいたとしても、やっぱり河内の一度王に過ぎない方ですよ。その方が、日体師匠もそうですけど、それこそ親族一族老と全部集めても、100期足らずと、100、150とか、それで決起したわけですから、それだけでもすごいことですけど、やっぱり天地人ですよね。時の勢いというか運がなければ、要するに全国の人たちが豊穣の悪政に生んでいたと。だから数ではないんですよね。それに対して数万の軍を送っても落ちなかったっていうのは戦意のなさもあるでしょうし、その北条氏のですね、要するに執権体制っていうものに声を上げた一人なんですよね。で、後に新田義貞が、やっぱり100期150期でですね、生島神社で旗を上げて、鎌倉幕府を、直接は、叩くと滅亡させるということに至ったわけですけども、その時最終的に足利義明が後の二大将軍の千住王も同行してましたし、半分足利連合軍みたいな感じですよね。一応名目上足利の当主がいたんで、要するに、清和源氏の棟梁である、足利尊氏のこの千住王がついてたんで、それで味方したというところですよね。多分皆さんが考えているよりも若い方が一緒にいらっしゃって、多分長い目で見るにはですね、これは将軍家になったわけですから、源氏の棟梁に恩を解くじゃないですけど、関東勢が確か7家諸家数千騎から1万とか言われてますけど集まってるんですよね。それ考えると100期か、150期としてもですよ、新田義貞が上州石名神社で旗を上げた時はですね、ほとんど死を覚悟しての決起だったと思うんですよ。某有名な本ではですね、新田義貞が、越後からの兵を2000を合わせてって言いますけど、2000も来るわけないんですよね。越後っていうのは津南地方のことですけど、越後の新田氏はいましたけど、そんな2000も来るわけないんですよ。本家が150機しか用意できないのに。それはちょっと大げさですけど、いずれにしても関東諸豪族が集まったんですけど、一応実際の指揮は新田義貞、または弟の脇屋義助、ただですね、足利千住王がいたということで、みんな恩賞目当てなんですよね。勝った場合のことを考えて、鎌倉幕府がもし倒れた場合のことを考えると、それはどっちが得かということになりますから、当然戦場をいただいている、新田軍の方にこうすると、それの方が最終的には、
損得で 得だというところになりますので、まあ、その結果がですね、まあ、後醍醐天皇の神聖になり、その中心であったこの楠木正成公がですね、まあ、劣勢を挽回すべく兵庫に赴けと帝から直接声をかけられるなんてのはこの時代はありえなかったことですよ。しかも一公家でもない人ですよ。いわゆる公家というのは殿上人ですよね。殿上人、昇殿を許された人以上しか、それでも天皇と直接口を交わすってことはほとんどないはずですから、まあ楠木正成っていうね、まあ、信頼も高かったんでしょうけど、まあ、そういう意味では後醍醐帝もご神聖は失敗しましたけど、人材登用っていう意味ではですね、そういう身分とかそういうことを問わず有力な人はどんどん使うと、というか他にいなかったんで、それだけの人材確保するのにも南朝方は苦慮してたわけですよ。まあ、反面足利氏の方はですね、鎌倉以来というよりももう源氏の棟梁の家系ですから、源氏3代で終わりましたけど、その後は、系図を戻せばですね、源義家、源義国と、まあ、新田氏もそういう意味では一緒なんですけども、どうも評価が違うということで、まあ、その辺は後世にいろいろ言われてますけどもね。だから神聖に関与した方たちで、まあ、大きな大名っていうか武将はいなかったんですけど、まあ、結城氏とかですね、縄氏とか他にも何名かいらっしゃいましたけど、それほどの大族はいないんですよ。つまり源氏足利尊氏を中心とした世を望んでた方たちがもう源氏ではもう9割ぐらいだったわけですよ。その他の人たちなんですよね。まあ、新田氏ただはちょっと足利氏とのいろいろ確執からですね、大将の一方の大将に任せられたということはありますけども、まあ、そういう意味では楠木正成公はですね、立派な方だったと。まあ、結局戦死と、まあ、弟と差し違えて死ぬシーンがありましたけど、討ち死にしてもですね、後醍醐帝帝っていう方が本当に雲の上の天の上の人の声ですよ。その人の命令で、勅命と言ってましたけど、その人の命令で、まあ、戦に行ったとか死に行ったようなもんですよ。時間稼ぎというか、その時は新田義貞は引いたんで、一緒に死んではいないんですけど、本来は討ち死にするような、まあ、大変な戦だったと思うんですけど、でも楠木氏が出てて戦える相手ではなかったですよね。足利尊氏、足利忠義兄弟、九州から挽回してですね、一気に京都を狙ったわけですけど、楠木、まあ、もしくは港川というよりも赤松家っていたんですけど、そこに時間取られてましたからね。義貞公は赤松延伸ですね、赤松延伸に取られてましたから、まあ、なかなか正成隊とですね、心を一つにってわけにいかなかったんでしょうけどね。まあ、ちょっと犠牲者といえば犠牲者だし、忠義のものといえば忠義のものでしょうしね。まあ、正成公も立派な方でしたので、そういう意味での顕彰の像ということになりますね。最後にぐるっと回って終わりにしましょうかね。やっぱりね、こっちが正面ですよね、普通に見たらね。どうしても気になるんですよね。だから絶対ここにってことじゃないですけど、まあ、江戸城っていうか、その元の江戸城を作ったね、太田道館の像をどっかに欲しいですよね。しかも立派な騎馬像がいいですね、できれば。ここは山吹の里とは直接は関係ないところですから、どうも太田道館の史跡見てると、まあ、日暮里とか散らばってるんですけど、まあ、その本領というか自分がいた城の周りにはですね、意外と史跡がないんですね。史跡というかゆかりの地が、まあ、江戸時代が長かったですからね、しょうがないですよね。はい、ちょっとお話いろいろしましたけど、楠木正成公